どうも皆さんこんにちは、おだまです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、エントリーモデル、キャノン、ソニー、ニコン、富士フイルム、パナソニック、初心者の方だと、どのねメーカーのカメラを買った方がいいのか、そして初心者の方だと、10万円以下でできればカメラ本体を購入されたい、まあ、そう思っている方もすごく多いんじゃないかなと思います。なのでですね、今回動画ではですね、各社エントリーモデルを出していて、そしてそのモデルがですね、どれがおすすめで、まあ、どういった違いがあるのかっていうのを簡単に解説していきたいと思いますので、ぜひね、一眼カメラ買おうと迷っている方いらっしゃったら、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。それでは行きましょう。今回はですね、皆さんが分かりやすいように、表を作ってきました。まず初心者の方、このね、3つ、カメラを選ぶときに意識をして選んでいただきたいと思います。1つ目が軽量コンパクトであること、そして2つ目が、操作が簡単であること、そして3つ目、スマホよりも高画質であること。この3つを、押さえていれば、基本的にはカメラをあまりね挫折しにくくなって続けることができるんじゃないかなと思います。なぜこの3つが大切かっていうのを解説していきたいと思います。まずですね、軽量コンパクト、これもしですね大きくて重いカメラを買ってしまう、そうするとカメラを持ち歩かなくなります。僕ですね、カメラ大好きなんですけど、僕でさえ持ち歩かない時もあったりします。そうするとね、スマホで十分ってなっちゃうわけなんですね。2番目です。操作が簡単であること。で、これも重要なのが、操作が複雑になってしまうと、学び方がわからない。場合によってはこうモチベーションがないとか、そういったことにもなるかもしれないんですけど、そのモチベーションがなくなると、やっぱりスマホでね、十分簡単で、撮影できるスマホに戻ってしまうと。そして3つ目、スマホよりも高画質。これがですね、今回どちらかというと、一番テクニカルな部分、初心者にとってはちょっと理解が難しいところになってくるんじゃないかなと思うんですけど、これね、少しね、分かりやすく砕けて説明すると、カメラっていうのは中にね、イメージセンサーっていう、こう光をね、受け取る部分があります。このセンサーが大きいほどいいですし、レンズ、レンズをね取り付けたりすると思うんですけど、そのレンズに表記されている F なんとか F 値って呼ばれているものが低い方が、背景がね綺麗にボケて、これ近づくと分かるんですけど、あの背景がボケてますよね。背景がボケて、しかも夜間でも綺麗に撮影ができるというものになっていきます。はい、これ非常に重要ですし、初心者がね、購入するときに一番わからなくなるポイントですね。はい、そして、じゃあなんで、じゃあこれを踏まえておいた方がいいかっていうと、あのエントリーモデルっていうカメラはですね、だいたい最初にキットレンズっていう、レンズを一緒にカメラとね、本体と一緒に買うことが多いと思います。ごめんなさい、僕もねこれ絶対買ってるかっていうのは分かんないんですけど、割と初心者っていうのはやっぱ分からないから、とりあえずレンズキットを買ってしまう、こういう方が中にはいるんじゃないかな、というかかなり多いんじゃないかなと思います。このねキットレンズっていうものは、さっきね F 値が低い方がいいですよって言ったんですけど、キットレンズは F 値が高いんですよね。ってことは背景が綺麗にボケにくいし、夜間の撮影も良くない、よくなることが難しいっていう感じになっていきます。でこれでね、またそのままキットレンズを買って、じゃあなるとスマホと違いが分かんなくなるんですよ。はい、そうするとどうなるかっていうと、スマホで十分ってなるわけですよ。つまりカメラを使わなくなる、やめてしまう、そういったことになってしまうと。でね、さっきセンサーの話が出たんですけど、センサーが大きい方がいいよと。でセンサーいきなり大きいって言われてもわけわからない、何言ってんだこの人って思うかもしれないんですけど、センサーっていうものはですね、いろいろサイズがあります。よくねみんなが使っているスマートフォンのセンサーと、ここにねマイクロフォーサーズっていう次に大きいセンサーがあります。
でその次に APS-C この黄色い部分のところですねっていうセンサーがあります。そしてフルサイズ一気にねドカンってでっかくなると思うんですけど、まあもちろん他にも細かく言えばたくさんセンサーはあるんですけど、大まかに言うとこの4種類が区別できるかなと思います。そして僕がね、今日紹介するカメラもそうなんですけど、基本的にはAPS-C のカメラを初心者は選べば、まあ問題があんまりないです。もちろんエントリーモデルのフルサイズカメラっていうものも存在はするんですけど、中古品であったりだとか、もちろんね、その分値段が高くなっちゃったりとかっていうこともあるので、まあ、必ずしも、全員の人にね当てはまるいいカメラではないのかなと思うんですが、今回はその各社という意味のエントリーモデルになっていきますので、まあ、他のねこの5社ですね、最初に案内した5社で比較していきたいと思います。いろいろね調べてみました、改めて。今回この5社の最初、話していきたいと思うんですけど、ソニーから、ZV-E10 というモデルがあります。でね、僕これ全部比較表を全部調べて書いてみたんですけど、まずですね、このメーカーの中で、ZV-E10 はですね、まあ、こう書いてあると、まあスペック表なんだなんだこんな風に書いてあるんだと皆さんね止めていただければすごく分かりやすいかもしれないんですけど、いっぱい書いてあるんですよ。ただ重要なのが、まあ、どんな撮影をしたいのかっていうところになってきます。例えば写真だけを撮影するのか動画だけを撮影するのか、それともどっちも撮りたいのか、まあ、これによってもカメラの選び方って結構難しいかなと思います。まずですね、この ZV-E10 はですね、どちらかというと動画撮影向きの、カメラになります。なんで動画撮影向きのカメラなのか、これはですね、この表の中にある EVF というところがあります。この EVF っていうのはよくこうカメラでね覗いて撮影してる人がいると思うんですけど、この ZV-E10 はですね EVF を搭載していないので、例えばね昼間の屋外で撮影をする時とかは画面がね、もう周りが明るすぎてよく見えないっていうことがあるんですけど、まあ、覗いてね写真を撮るっていうことは基本的にできないです。なので、基本的にはできないですね。できないので、まあ、動画を撮影するっていう方であれば、まあね、その写真でこう覗いたりとかってあんまりしないと思いますし、まあ、動画でもね、覗くときあるんですけど、まあ、そんなにね、覗きながら動画を撮影したりするっていうことは、まあ、ないので、まずこのカメラは、まあ、どちらかというと動画向きになります。で、かつ、この、ZV-E10 は、YouTube 撮影などをされる方には特に、適しているものになります。理由としてはですね、ソニーのねそもそもカメラのシリーズっていうのは、まず、AF、まあ、いわゆるオートフォーカスの性能っていうのが非常に速いです。僕が使ってるのもソニーのシリーズで、まあ、これちょっとわざとオートフォーカスのスピードを遅くしてるんですけど、まあ、それでもね、かなり俊敏にピントが合ってくれるんじゃないかなと思うんですが、このですねソニーの ZV-E10 は商品レビュー用オートフォーカスっていうのが搭載しています。これはですね製品を近づけると高速でねそれにピントを合わせてくれるっていう機能になりますので、まあこの機能がやっぱりついている ZV-E10 っていうのは、まあ何かねこう商品をレビューしたいとかピントをねこう素早く変えたいっていう、まあ、YouTuber とかにね向けて非常にね優秀な機能になるんじゃないかなと思います。はい、ピント、これはわざとこのねカメラの場合だとコントロールして遅くしてるっていう感じになります。まあオートフォーカスのスピードもね、各社変えられるとは思うんですが、はい、ということでね、価格7万8000円になります。値段としても結構安めになりますね。でレンズに関しては特にソニーはですね、この5社の中で一番レンズバリエーションが多い会社になります。なのでねソニーのまあ、やっぱりカメラを選んでもらうとたくさんのレンズがあるということは、レンズがですねやっぱり安いんですよ。安いものも選べるし、まあ、もちろん高いものとかも選べるので、本体だけ買う、ね、気持ちだけになっている人もいるかもしれないんですけど、レンズも非常に重要なので、レンズのやっぱりその値段が下げられるとトータル的にね予算っていうのも下がってくると思うので、まあね、こう背景がボケて綺麗な F 値の低いレンズを買うっていう人に関しては、
このソニーを選ぶっていうメリットは結構あるんじゃないかなと思います。次にですねキヤノンに行きたいと思います。キヤノンはですね EOS R100 と呼ばれている APS-C のカメラをエントリーモデルとして発売しています。でこのカメラはですね、まあ特徴が正直、まああんまりいい特徴っていうのが個人的にはあんまりないなと思っていて、まあそうですね、まあメリ一番この今回選んだカメラの中では値段が安いっていうところがあります。なんで値段が安いというところで考えるのであれば、まあ、このキヤノンを選ぶっていう理由もありますし、あとはねどうしてもこう、まあ、キヤノンって結構その肌の色味とかっていうのが他の会社に比べていいっていう風にね評価が高かったりするので、まあ、あとオートフォーカスも優秀ですね。なんでそこの部分にそこの部分が欲しくて、かつとにかく値段を下げてこのねファインダーを覗き込んでこの写真を撮るという、ことをねしてみたいっていう人にとってはすごいいいカメラなんじゃないかなと思います。まあ、デメリットっていうのが結構このカメラいくつかあって、まああまりその夜間での性能が高くないっていうところと、まあ連写することがあんまりできないっていうところ、あとはモニターが固定式になっているので、例えば今僕はですね自分の顔を見ながらこうバリアングルモニターっていうので撮影をしているような状態で、どんな風に撮れてるのかっていうのが確認できるんですね。まあ、これが EOS R100 に関してはできませんよっていうことになります。まあ、あとはレンズのバリエーションが非常に少ないですし、まあ、もちろんその、まあ、フルサイズっていうねものに行けば、レンズもね、互換性があってつけられるんですけど、キヤノンのレンズっていうのは基本的に高いんですね。だから初心者にも、まあ、そのレンズっていうのはなかなか手が出しにくいっていうところで行くと、個人的にはそんなにこのカメラはおすすめしないです。エントリーモデルとしてはね、あくまでエントリーモデルとしては。はい、ということで、次のカメラに行きたいと思います。次のカメラニコン、はい、Z30 になります。こちら APS-C の、カメラになりまして、まあ、このカメラの特徴としてはね 4K30 フレームっていう、まあ、さっきもね他のカメラ紹介したんですけど、この今回紹介するカメラっていうのは全て 4K 映像の撮影ができるんですけど、その 4K の映像で撮影するときに、まあ、クロップっていってこう画角がねこう狭くならないっていう特徴があります。このカメラに関しては。でかつ、まあ、僕は個人的にこのカメラのデザインが非常に好きです。先ほどの ZV-E10 というふうに E10 と同じように EVF というものは搭載していないので、覗き込んで撮影するっていうことはできないんですけど、ただねやっぱり連写も11コマ ZV-E10 と同じようにできますし、まあ、高感度、まあ、夜間の撮影も得意でね、結構最近はニコンもレンズがねどんどん増えてきていて、まあ、割とねちょっとだけならレンズをね選べるような体制にはなってきているので、まあ、そういったところも踏まえると、まあ、非常にね、まあ、なんかこうデザイン性で選びたいとか、あとはこう、まあ、ニコンのカメラを使ってみたいとか、まあ、そういった部分はね結構いいんじゃないかなと思います。まあ、デメリット、まあ、デメリット挙げるとしたら、まあなんだろうね、まあ、手ブレ補正が、まあ、ZV-E10 とかさっきの EOS R100 もそうなんですけど、まあ、手ブレ補正が電子手ブレ補正しか、まあ、搭載していないっていうことは、まあ、そんなにねすごい優秀な、まあ、手ブレ補正なわけではないので、なんかこう歩きながら撮影するってなった時はそこまで優秀じゃないっていう風に思った方がいいかなと思います。基本的にこう電子手ブレ補正だけ入っているカメラっていうのはそんなにね歩き取りっていうのには向かないので、そこはね事前に注意して買っていただけたらと思います。はい、その次にですね紹介するのが富士フイルム、そしてカメラは XS10 になります。XS10 はですね APS-C のカメラで、僕のチャンネルではもうねおなじみのカメラになっています。今回紹介するカメラの中でも画素数っていうのが2610万画素になりますので、一番ね画素数が高い高画素のカメラになります。まあ、この画素数っていうのがそもそも高い方がいいのか低い方がいいのかっていうのは、まあ正直その
何を撮影どんなシチュエーションでするのかによってメリットが正直変わってきます。ただね、まあ、この2000画素台とかであればそこまでね、まあ、考えなくてもいいかなというふうには思ってますので、まあ、個人的にはそんなに気にしなくていいと思ってます。このカメラ、まあ、連写に関しては、まあ、8コマっていう連写にはなってるんですけど、特にねこのカメラがいいところは、手ブレ補正になります。五軸の電子手ブレ補正っていうのがついているので、手ブレ補正が非常に優秀です。しかも、ソニーほどではないんですけど、ソニーに近いぐらいレンズのバリエーションがそれなりに多いです。はい、なので、まあ、レンズもたくさんの中から選べて、こうリーズナブルにね、カメラとセットで、購入することができますし、まあ、ただ本体の価格が今これね新品であくまで見てるんですけど、14万5千円になってます。なのでね、うわ14万5千円高って今多分思った人の中にはいると思うんですけど、この XS10 に関しては富士フイルムならでは の, フィルムシミュレーションっていうね、機能があります。これはね昔の、まあ、フィルム撮影、まあ、例えば映るんですとか、まあ、そういうねこの昔ながらのこう写真の色味っていうのを再現できる機能があるんですよ。なので、まあ、写真をすごい楽しみたい、なんかこう自分で編集するの苦手だし、こうカメラ側でなんかそれっぽいなんかエモい写真撮れたらいいなとか思ってる人に関しては、富士フイルムのこの機能がすごく役に立つと思います。あとはですね、4K のクロップ撮影がされない、まあ、画角が狭くならないで 4K の撮影が、まあ、基本的にはできますよというものになってます。個人的に一番推してるのはやっぱり手ブレ補正が、まあ、効いていて、かつ APS-C のセンサーを搭載している、まあ、すごくこうバランスの取れた製品かなと思います。なので、まあ、僕はこの XS10 っていうのをずっとね僕のチャンネルでは紹介し続けている形になります。ただもう生産終了品にはなっているので、新品で買うのはまあここ多分あと半年ぐらいなのかなっていう感じです。今後はね中古とかで購入するのもおすすめになるかなと思います。最後に紹介するのが、パナソニックになります。パナソニックから、販売されているエントリーモデルはルミックスの、G100 になります。ルミックスの G100 はですね、まあ、今回紹介するカメラの中では、マイクロフォーサーズって言われている、まあ、さっきねセンサーの話がありましたけど、この青い部分のセンサーになります。なので APS-C に比べるとセンサーのサイズが小さくなるので、まあ、ちょっとね、この全てのカメラの中で言うとスペックがちょっと劣っているような感じになります。でこのカメラはまあ、さっきの富士フイルムの XS10 と共通している部分もあったりします。五軸の電子手ブレ補正があったりだとか、まあ、あとはねもちろんファインダーがね、さっきの XS10 もありましたけどファインダーがあるとか、そして本体が軽くて、かつねこれ値段が非常に安いんですよ。まあ、正直まあ、マイクロフォーサーズのカメラだと、まあ、安いのは結構当たり前に近いかなとは思います。もちろん物によるとは思うんですけど、でかつこれレンズセットでしか販売がしてないんですけど、基本的にはもう8万円っていう価格で販売をしています。8万円でレンズがセットっていうことだったらもう8万円からすぐ取り始められるっていうメリットはあると思います。ただ最初にお伝えした通りセンサーサイズもそこまですごい大きいわけではないですし、まあ、よく見るとやっぱりこう夜間の性能ですよね。センサーサイズが小さいので、この ISO っていうのはこう暗所のね性能の部分になるので、まあ、ここがね低いっていうところは、まあ、あんまりねそこが優秀じゃない可能性がありますよというものになります。なので、まあ、今回いろいろ説明したんですけど、僕がねもし初心者だとして、まあ、何のカメラが選んだ方がじゃあいいのかっていうことになってくると、結論から言うとやっぱり自分のね、予算があるのであれば、スマートフォンに10万20万とか払ってる人であれば、カメラにもねそのぐらいお金を払ってあげてもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、そしてですね、僕がもしこの中でおすすめのね、順位をつけるとしたら、いきますよ。1位は富士フイルムの XS10が一番おすすめです。そして2番目、2番目はソニーの ZV-E10 をおすすめします。
次に3番目、ニコンの Z30 をおすすめします。4番目、キヤノンの EOS R100 をおすすめします。最後、パナソニックの、ルミックス G100、 こちらを、おすすめします。まあいろいろね、今説明した結果、まあ、ここまでまとまってきてはいるんですけど、まあ、厳密になぜ1位と、まあ、5位なのかっていうところを説明しようかと思うと、まず富士フイルムの XS10 は万能でどんな撮影スタイルの人にも合わせられるし、まあね、今後将来的にも富士フイルムの、この X マウント APS-C のカメラっていうのは、継続されていき、今後もね発展が見込めるっていうところがあります。その次にパナソニックなぜ最下位になったのか、これは分かりやすいんですけど、センサーサイズがまず一番小さいです。小さいですし、このね、あのパナソニックの G マウントっていうこのマイクロフォーサーズ専用のね、あのマウントがあるんですけど、まあ、ここがね正直、まあ、ある程度は揃ってるんですけど、まあ、将来的にそんなに、まあ、なんかすごいメリットがあるかっていうと、どちらかというとパナソニックって今フルサイズのカメラの方に力を入れ始めてるんですよね。まあ、なので、まあ、そこまでね今後ねメインで、まあ、活躍していくパナソニックの、まあ、マウントじゃないっていう風に考えると、まあ、個人的にはあまりおすすめが、できないかなとは思います。まあ、あんまりね、画質に関してもこの中で言うとおそらく一番劣ってしまうんじゃないかなと思うので、まあ、そこがね、やっぱり最下位になってしまったポイントかなと思いますので、あとはもう皆さんの結局好みフィーリングになっていくと思います。まあ、結局のところ、まあ、何が一番いいかってその人がもうなんか選んだものが一番正しいと思います。あくまでこれは、僕がね、まあ、大体5年ぐらいカメラやっていて、まあ、これがいいんじゃないかなっていうのを経験上で話しているだけになりますので、これが必ずしも正しいというわけではないので、ご注意ください。一つの意見として、ぜひ捉えていただければと思います。はい、ということで、皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。こんな感じでね、いつもカメラの動画を上げたりしています。まあ、ガジェットの動画とかも上げるんですけど、Vlog なども撮影しておりますので、ぜひともね興味のある方は、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあバイ。